静かなる防衛、ご視聴ありがとうございます。今日はトランプ大統領来日に加賀で日米両首相大統領の演説に関するタイムラインで紹介していきます。トランプ大統領は朝一番に天皇陛下とお別れの挨拶をされています。9時半ごろお別れの挨拶とともに安倍首相が官邸から横須賀基地へヘリで移動しています。トランプ大統領は加賀護衛艦に10時半ごろ到着、安倍首相が出迎えをしました。加賀の視察、中央にあるエレベーターを降りると、そこには日米の隊員たちが待っていました。やはり感動しましたね。演説でも2人が並び、隊員たちはたくさん整列していました。アメリカ大統領で初めて加賀の視察を行ったトランプ大統領、日米関係が強くなっていると感じられます。F-35 ステルス戦闘機の追加購入を105機と表明、5月28日の視察が終わりました。で、トランプ大統領はこのままヘリでワスプに向かい、米兵を前に演説をしました。日米同盟はかつてなく強固だと。やはりそこは一般の人が考えてもわかるところです。
トランプ大統領と安倍首相がの仲が本当にうまくいってるんでしょうね。力による平和という演説もありましたが、一番大事なのが平和です。令和元年5月28日、日米の絆が強まった瞬間でもあります。午後1時ごろ、トランプ大統領はアメリカへと帰国しています。日本で多くのことが話し合いされたと思われます。一番新しいことは、天皇陛下との出会いでしょう。天皇陛下皇后様は英語が堪能で気さくに話されていました。北朝鮮問題も今一番チャンスだと言われています。この時期を見定めてしっかりと交渉もしていきたいと、行かれたらいいかなと感じました。トランプ大統領を国賓での扱い、来日歓迎、すべてうまくいったと言えます。大統領も日本だけの来日で、他の国には一切寄らず帰国されています。このことから今回の来日がどれだけすごいものか実際わかります。加賀も出雲旧護衛艦として同サイズの248メートルの日本で一番の護衛艦です。出雲改修後、加賀の改修も始まります。F-35B ステルス戦闘機は42機購入予定、追加で105機のステルス戦闘機3を、そのうちの42機が F-35B になります。
この42機のステルス戦闘機を加賀い出雲2つの護衛艦で運用される予定です。まずはこの改修が終わらないと姿形もわかりません。今の形のまま行くのか、それとも四角になるのか、スキージャンプ台がつくのか そのあたりまだ発表されていません。いつも改修後、どんな出雲に変身するのか楽しみです。日米同盟が強固となりつつ中、諸外国の調整も気になってきます。今日のご視聴ありがとうございました。